はい、どうもライム TV のライムです。今回はザ・クルー2でフェラーリ FXXK 使ってやっていきたいと思います。すごいっすねこれね。なんかエアロパーツがいろいろすごいよね、なんなのこのなんか後ろについてるちっちゃい角みたいな、ウィングではないか、なんだろう。まあやっていきたいと思います。まあ、この車はね、実際の世界ではサーキット専用車なので、まあ公道は走れないんですけど、ザ・クルーの世界ではね、どこでも行けるんで、今日はこいつでね、ドライブというか、まあ、高速道路、田舎の高速道路を飛ばしていきたいと思います。早速ね、もう加速がすごいっすね、ほんと。わーお。うわ、早い。そらそうだわな。そら早いよ。うん。それ遅かったらダメだからね。いやこれでもすごいな、気持ちいいな、加速がすごいスムーズっすね、さすが。さあそして車内視点はこんな感じですね。結構なんかメーターも見やすくていいですねこれね。おーおお、危ない危ない。一応なんだろう、まあ乗ってる感じは結構ラ・フェラーリみたいな雰囲気はね強いですねやっぱね。ただまあ性能はね結構なんだろう、サーキット寄りな感じの性能、のような気はする。まあザクルはあんまり挙動がリアルじゃないんで、その辺はそんなに語れるものはないんですけど、まあでもなんか乗りやすくていいですね、結構そのなんかかなりハイスピードでコーナーに入っても全然曲がれちゃうみたいなのはあるね、まあまだ何もねいじってないんで、もちろんいじればまた変わるとは思いますけど、すごいな。でもだドライブっていう感じの車ではないけどね 100% ただまあレースするにはいい車だと思うような気はする。レースっていうかサーキットで走るというか、ちょっと結構渋滞してますね、あれかな、帰宅ラッシュかな、時間が何時なのかよくわかんないですけどね。ザークルーでバス運転できたらいいんですけどね、今走ってたみたいな、なんかバスシミュレーターみたいになりそうだけど、一応この車はあれなんかな、アクティブウィングっていうんですか、このウィングはなんか走ると、あ、そうっすね、ちょっと見づらいけど一応そうなってるような気はする。この車内視点でほらほらちょっと動く、あ、やっぱちょっと動くんですね、あんま動かないですけどね。P1 みたいに案内いっぱいは出てこないみたいですけど、まあでもいいっすね。そういえば P1 もなんかサーキット専用車ありましたよね。自分ちょっとあんまね詳しくないんでわかんないですけど、あった気がする。ザ・クルーにはないのかな、どうなんだろう、多分ない。いいな。でもなんかでもあれっすね、ヘッドライトがすごいちっちゃいっつうか細いっつうか、まあ細いすごいな。なんつうんすかこのなんかリアについてる角みたいなのは、これのなんか正式名称とかあるのかな、なんていう名前のものなんだろうこれは。ちょっとね、まあ知ってる方いたらぜひともね教えていただきたいですけどね。ウィングとは言わない、スポイラーの一種なんだろうけど一体何なんだろうか。ちょっとじゃあかなりね、もうちょい速度出せるとこまで出してみましょうか。300キロ。夜の高速はなかなかね面白いですね。320、330。あ、意外とでもトップスピードはやっぱそんな出ない、ダウンフォースが高めのなんか加速重視の設定って感じなんですかね。350。あ、やべ、あはは、ああ、なんか畑に突っ込んでしまった。あ、すごいな。でもちゃんと草が一本一本倒れるんですね、踏んだら。ほらほらほら、まあそこはザクル1の時でも倒れたか。
まあちょっとね畑突っ込んでしまったんで、今回はね、まあ、この辺で終わっていきたいと思います。どっから高速戻れんだろうねこれね。はい、ということでね、まあ、以上ライム TV のライムがお届けしました。よければチャンネル登録、高評価の方ぜひともよろしくお願いします。やっぱフェラーリの FXXK ね、すごいですねこれね。ということでね、まあ終わります。お疲れ様でした。次回もお楽しみに。